はいどうも三上重工でございます。おはようございます。おはようございま す, います。今日もゴルフィットやりますけど、なんか新顔がいるそうですね。そうですね、今回はですね、野蛮な播州のサルドモンですね。このゴルフというものがどれだけ真摯のスポーツなのかというところをね、見せつけて差し上げなければいけないなと。僕がね、エレガントにやっぱりこうプレイさせていただくんで、うん、誰か5番アイアンで相手を殴れよ。梅ちゃんは大丈夫、多分10分後には俺は死ねえって言ってる今井さんがいるから絶対言うから。僕はね、皆様のためをね、皆様に楽しんでいただくということが今回の趣旨でもありますから。その皆様っていうのは、それは俺ら、それともリスナー？リスナーに決まってんだろうよ。じゃあもうおめえがやること分かってん。分かってんだよ。分かってんだよ。というわけで、今井さんが今回から来たので、最初に1回目は一番最初のステージで今井さんの腕を確かめてみようと。ああ、もんだろってことね。そう、僕らもある程度期間が空いてるからね、前回の撮影から。言うとくけど、君たちの動画は僕たち全部見てんだからね。見ただけであんなできるから。やるスタートでございます。はい、皆様どうぞ。みんなバンバン行くやん。バンバン行くやん。お前らさ、2回目なのにさ、その、中途半端な位置で止まるの何なん？だから、僕らも勘を取り戻すのがまず一線決なんだ。これ武士に気が変なとこに弾かれてる。ああ、どへたくそやんけ。あの黒いの何？わかんねえ。行くぞ。うん。死ね。ほらもう死ねって。多分10分後には俺は死ねえって言ってる今井さんがいるから。梅ジャムとね、白子が邪魔で邪魔でしょうがないんだよ。おー来た。そういうゲームだから。そういうこと？一回クリックしてパターが出たらマウスを引いてガンと前に出すと打てます。今井さんそのあの残像残像だけが見えた。あれ小話だな。今あのギョンって音だけが聞こえた気がする。不思議なことが起こった。今井さんあと40秒しかない。隣のホール行った。あれ今井君はパワーが効かないのかな。ゴリラさんなのかな。これは僕初の再開脱出ありなのでは。あるな。あるな。これは何ですか。トリプルボギーなんていうものが出ましたけど、このトリプルボギーっていうのはそれ3点ってことですか。違うよ。ゴルフのルールさ。もうゴルフを。紳士のスポーツ言うとったのに。紳士のスポーツです。何ことドイツだよ、本当に。ゴルフを教えます。見せてやるぞ。みんな来ました。今イックス。ほら。ボケ何やってんの。おーこれこれこれ。リアートだね。リアートだよ。おー今井さん、あのこれ今井さんの練習なんだわ。けどバッサリ振りに怖えマジで。じゃあお先に失礼します。あーあれじゃねえかよ。あのリスナーを楽しませるって言った前にさ、ゴルフとは紳士のスポーツだって言ってやる。言ったよね。紳士のしの字もねえけど、どう。まあ紳士ってまあ言ってしまえばね、あの中世の紳士なんてあれ決闘しまくってるようなもんでさ、梅ジャム君みたいにさっさとさっさとね行ってね入ろうみたいな、そんなね考えはね僕にはないんです。いかにいかにしてこう、いかに切れブーあのゴタゴタ言ってる猿はいいか、ほっといて。ほら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 、綺麗に綺麗に。ドヘタピンクおるな。まあなんか一人でゴルフやってるやついるんだけど、楽しい？一人でゴルフして。一人でゴルフして、まあ楽しいな。楽しいな。言うかね。マイク直して怖い。やばい。やばい。練習してないから。これ今だから、これあれだろ。練習してんだろうがよ。練習がゴルフ界っていうのあるぞ。いかにね、いかにこう君たちがこう、もっとね、こういうゲームはね、殺伐としているべきなんだ。何が紳士のスポーツだよ。いや、ほら、こうやってもう綺麗にね、壁のバウンドを使って、何これ、ダブルボギーのこれ2点っていうことですか。違います。さっきも言った。鉄板にすな。天丼しないでもらえます。いや、マジ、あの黒き流星より早くゴールしてる。やばいね、やばいね。やばいね、相手の近くにいたくないんだ。やばい、前にしちゃった。待って、あら。あれあの青色1号どっか行ったぞ。青色1号って あいつ単純なボーダーなんだよな。
これをあっ梅沢に押されて最初に戻ってきたんだけど。あっダメだダメだダメだ。え、そうなの、ざまみろ。ああコロ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 。これだとあれだから、虫に気に当てればいいんだよ、そこで。ああああ今狙ってんだよ、虫に気をさ、しっかり切り、あ、違うで、あの、ゴールをね。ゴールを狙ってるから、お前、答え出したらやっけ。あ、邪魔邪魔邪魔し。あーよかった、12打で入れた、なんとか、なんか止めた。じゃあな、今井さん。10打。今井さん、あと1打で、それあのね、ホールアウトするんですよ。あ、ホールアウトです。あ、しましたね。ホールアウトっていうのはあれかい、でー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 これ動いてる時に当てちゃうとあのラグかなんかで変な方向に、うん、なるほどね。で動かなかったりするから、狙う時は止まってる人間を狙おうね。なるほどね、止まってる人間を狙えばいいんだね。あ、やばい。あ、今井さん目の前に止まってる人間が。これなんだこれ、どこすこれ。18ホールあるけど多分めっちゃカットされて3ホールくらいになるから。あかも、誰だ、じゃあしばきマウスかんのこれ。やべやべやべ、激凛に触れた。俺は梅沢に関してはほとんどダメージを受けてないんだよ。受けてる。一人でコロ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 落ちてきてる。今井さん本当に邪魔。言って。天然でさ、邪魔すんのやめな。サスケのファーストステージ超えられないやつじゃん、これ。反り立つ壁やねん。反り立つ壁。行きすぎ。あ、すごいとこ止まった。ここここ。そっからスタート。まずこっからきつ。きつ。ちょっとそこって有効エリアなの。はい。来たんだけど。来た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 。綺麗。あ、ピッタリや。すごい邪魔。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 あいつ。砲台に吹っ飛ばされるだけだぞ、それ。ああ。ああ。わけわかんないと思いました。ほら。ああ、ああ、スマブラやってんじゃねえんだからさ。お前マジだ。打てねえから打てねえんだよ。ボロボロだあいつ。先に失礼しますね。これは僕狙えるかもしれないですね。水野さんなんか初期位置から変わってなくないですか。なんかやば。待って時間が。いや俺普通に2打くらいでゴールいけたのにこれ。欲張ったから。ああよかったよかった。いやまあ、これ今やん。俺が梅ジャムを叩き落としたおかげでこうなった。あ、やべ、進言するんじゃなかった。梅ジャム君狙うべき球は分かったね。さようなら。あ、めっちゃ近くにいろいろいるのが怖い。ボドン。なあ、落ちてきたガンツが。うわガンツが。落ちてきたガンツがめっちゃ面白い。ガンツが。ガンツって言うなよ。ガンツだ、ガンツだ。新しい朝が来た。あの半径で半径で入っちゃう、入っちゃう、入っちゃった、入っちゃう、入っちゃう、入って当然なんで、入るのがゴールなんで。あ、そういうゲームなのね。そう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 。あ、ありがとう。いや、あ、落ちる落ちる落ちる。あいつ邪魔することに全て命をかけてる。今井が近くにいると梅ジャム出ます。あ、デバフ食らってやる。あ、デバフだ。ノイジャク強とかついてる。怖い。あ、デバフだ。あいつも12打だよ。あ、怯えて、怯えているのか。僕、6打でしたけど。今井三太郎に全て書き出されると言っても過言ではないですよ。おやおや、そんなに怖がらなくてもいいんだよ。あれ、これ今だ。ええ、嘘。シンプルに。これがね、やっぱりこうあの取れ高取る人間と取れない人間の違いって言いますかね。よく言うよ。よく言うよ。もうダメだ。今井さんにかき乱されてる。どうしたの？集中して、集中して。はい、はい、集中して。集中してこ。ここ大事やね。集中してこ。集中してこ。よしよし、一本決めてこ。一本決めてこ。よし、集中してこ。今井三太郎という存在のデバフやばすぎなんだ。やばいよなあれ。梅ジャムが煽りを食らってるもんね。よしよし。あの今井がテンション上がるとみんながテンション下がるっていうテンション下がってるけど、テンション下がっちゃいないでしょ、みんなね。
まあ、確かにね、確かにね、多少のね、デバフはかかってるかもしれないけど、梅沢くん、ほら、集中してこ、集中してこ、はい、いっぱい集中してこ、お前ね、集中してこ。今井さん、今井さん、君のスコアね、バスさんの2倍なんだよね、ほぼ。え、いや、すげえ、ダブルスコアつけてるってこと？逆なんだよ下からな。あー、飛ばされる。ご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が面白いと思ったら、いいねとチャンネル登録をお待ちしております。概要欄にはメンバーのツイッターも載せていますので、フォローの方よろしくお願いいたします。では、三上重工でした。